はい、あれです。コブをね、滑りたいと思っているスノーボーダーさんに向けて、コブの滑り方っていうのをですね、滑るための技術ですね、技術を、12個、まあ、大体僕は把握しているので、それを順番にですね、今後紹介していこうと思います。で、今回は、その順番に全部解説すると、時間がかかりすぎるので、今回は12個その種類を全部箇条書きで言っていくだけです。はい、カミカミでごめんなさいね。じゃあ行ってきますね。ちなみに、このチャンネルは高スノーパークとダイナランドとスキーとスノーボードの専門チャンネルで、同日月にね、動画を現場からアップしております。で、火水木金のいずれかでね、こういった、まあ、トーク系とか、アート系シュール系な動画をアップしております。はい、さあ早速ですね、コブのボードでスノーボードですね、コブをどういうふうに滑ればいいのかっていう方法なんですけど、もう僕ね、広めたいんですよ。ボーダーさんにコブどんどん滑ってもらいたいんですね。ただ僕がそのスキーヤーなんで、ボーダーじゃないから、まあ、ボードもちょっとまあ練習や、その下手くそなんですね。ただコブが好きなんで、ボードでね、コブを入ったりしてるんだけど、ボードでコブの滑り方ですね、まあ、誰にも、特に教えてもらったわけではなくて、スキーの技術を取り入れています。で、スキーっていうのはそのコブの滑り方ね、大きく分けると2通りあって、基礎スキーの滑り、基礎滑りですね。あとモーグラですね、モーグル滑りっていうのがあります。あとバンク滑りっていうのもあるけど、まあんでそのわけで、まあ、研究してボードでね、うまく滑れるようになりたいから研究してるんだけど、技術がね、まあ、スキーから持ってきた技術がほとんどなんだけど、まあ、ボードならではの技術もあるんで、紹介していこうと思います。今回箇条書きでずらっと言うだけです。で、次回からは一つずつ解説していきます。12個の、技術があるから12本になるかな、次回から動画が、春だからね、ボーダーさんも、コブ斜面滑る季節じゃないですか。で、ですね、ただ、僕はね、JSBA 3級2回落ちてますから、初心者です、ボードはね。それでもいいなら、そんなやつに教えてもらいたくないよっていうね、ことだとしたら、まあ別に、あれなんですけど、で、あとね、そのコブの種類がですね、バンクのライン、バンク滑りってあるじゃないですか、バンクスありますよね。あの滑りみたいにコブをね、滑り方っていうのもあるんですけど、あれをね、スキーヤーがあれ検定でやると、あれ不合格っていうか、まあ、点数出ないんですよ。で、ボーダーさんは、JSBA のテック技能検定か、テックテストかありますよね。あそこからなんかコブ斜面があるらしいじゃないですか。うん、で、その、バンク滑りでもいいのかな、コブだ、ボードだったら分からないですけど、その辺もちょっと調べないといけないし、あとバンク滑りのライン取りができないコブもありますよね。なんか階段上で、深くて階段上で、狭くてっていう、縦のスパンも横のスパンも狭いとかね、スキーじゃないと滑れないとか、まあいろいろあるけど、それもちょっと研究しなきゃいけないし、どうやって滑ればいいのかとかね、あのボードで。あと急斜面のガリガリ、氷の番ですね。あれもちょっと多分ね、滑る方法あると思うんですよ。それも研究しなきゃいけないし、あと、そうですね、だから滑りの種類、コブの種類、まあいろいろあるんで、ということです。それもちょっと調べていかないと。だから、その今日は僕が一方的にその皆さんにお教えするというよりは、まあ、お互いね、一緒に、僕もまだ下手なんで、研究していきましょうというスタンスですね。はい、じゃあ、12個ね、早速、箇条書きで、説明していきましょう。はい、一つ目ですね。吸収。吸収です。細かい解説は、次回します。二つ目、ビンディング。ベンディングですね。ベンディングっていう滑り方が、スキーではあるんですけど、それをやった方がいい。ボードで、コブの時は。はい、三つ目。回し続ける。板を回し続けるってことですね。それが大事になってきます。はい、四つ目。テールをずらす。テールをずらすですね。まあ、スキーもボードもテールは同じ呼び方ですね。板の後ろの方をテール。で、前の方を、ボードではノーズって言いますよね。スキーではトップって言います。はい。で、五つ目ですね。体を傾ける速さ。スピードですよね。それが大事になっています。で、
6つ目の、技術は前荷重、僕もねあのボードでそのカービングの時は後ろ荷重なんですけど64でね、まあコブとかの場合は、64で前荷重がいいと思います。はい、7つ目脱力、これもすごく大事です。まあ解説はあのお祝いしますね。はい、8個目の、技術、ノーズ落とす、スキーではまあコブではスキーでは先トップの先落としとか言うんですけど、まあそのボードでもコブではそれが大事になってきます。はい、9つ目、ノーズで縦滑り、縦滑りっていうエッジングの書き方があるんですけど、それもまた解説します。そうしないとね、スピードオーバーになっちゃうという話です。はい、10個目、トーションを使う、トーションですね。トーションっていうのは板がこうあって、これがフレックスですよね。これフレックスですね。トーションはこうです、ねじれこうです。この板の特性を使うということですね。コブ斜面でも、で11個目、ノーズを山に、ぶつける、これはスキーのモーグルの滑り方なんですけど、これも、まあ、解説していこうと思います。12個目、ジャンプターン、まあ、これも時には必要ですということで以上なんですけど、このさ、12個の技術ね、ボードでコブを滑るにあたってのこの12個の技術なんですけど、で僕はもうこれを見つけたっていうだけで、でね、ノーズを山にぶつけるモーグル滑りですね、これね、僕ボードではまだできないんですよただ必要なんだろうなと思ってて、でスタンスはね、ビンディング、まあ、その前振りの方が有利だろうけど、まあ、別にダックスタンスでも大丈夫です。はい、でこの技術、12個の技術ね、でコブによって、あとコブの種類によって、あと滑り方の選択によって、この技術全部使わなきゃいけないってわけじゃなくて、使わない方がいい場合もあるし、使った方がいい側面も、その瞬間瞬間もあるし、でコブってその全体的に、そのこのコブは、ミニバンクみたいなもんだな全体的にっていう場合と、この、コブは全部階段だなっていう場合とか、そのいろいろあるだろうけど、まあ、大概ね、まあ、いろんなその一つのコブが、まあ、100メーター、50メーター、100メーター長さがあるとして、コブはさ、何個あるんだ、まあ、10個か20個あるじゃないですか。で、その場合にもっとあるか、全部同じ形のコブですよっていう場合は少ないと思うんですよ。うん、雪質もそうです。コブのさ、コブ、どうしよう、こうか。こうやって山降りてきて、ここはボサボサでも、ここの腹はね、壁はガリガリとかさ、あると思うんですよ。だからそのこの十字弓の技術を、ここで使う、ここでは使わないっていう瞬間瞬間の判断が必要になってくるわけですよ。でそのこの、まあ、十字弓の引き出しがあるってわけですね、引き出しがあるんだけど、その引き出しをね、が少なければ少ないほどコブでは不利です。そう、だからそのこういう斜面、こういう側面、瞬間、コブにはいろんな種類がありますからね。狭い、前後のコブ、次のコブまでがすごく近い、狭い、あるいは横幅がすごいある、あるいは横幅がすごいない、あるいはコブは右左とかなってたりとか、あと階段状になってたり絶壁になってたりとか、やたら深い、掘れてる掘れてないとかね、ガリガリ氷板とか、まあまあそのいろいろあるわけですよ。でそういう場合にその瞬時に引き出しを出すためには、引き出しが例えば 5個しかないという場合には対応できない場合が出てくるわけですね。だからその普通の斜面を、緩斜面を普通をターンしていれば、ターンってさ、5個も6個も7個もターンのするやり方あるけど、2つぐらいの引き出しで十分滑れるじゃないですか。でもコブの場合は引き出しがやっぱりね、たくさんあった方がいいんですよ、それぐらいそのギリギリのところを滑ってる、下手するとそのスピードのオーバーになって脱線したりね、コブに飛ばされたりとか、ターンが間に合わなくて次のところで向かないといけないのに右向けないとかね、いろいろ出てくるんで、だから引き出しはなるべくたくさんあった方がいいということで、次回からねこの12個を紹介したんですけど、技術をね、名前だけ紹介しました。どういう時に必要か、どういうものなのか、どういう技術なのか、なぜ必要なのか
っていうのは次回から一つずつ12本の動画になっていくと思うんですけど、紹介していこうと思います。はい、僕もまだ下手だからね、一緒にボードでコブル滑る練習、方法ですね、研究して一緒に行きましょう。はい、ですね、だからバンク滑りとズルズルドン、この12個の中にはね、ズルズルドンのズルズルドンズルズルドンの滑り方は入れてません。あの滑り方はそのスキーではもう全然ダメだこりゃっていうことになってるんだけど、ボードの世界ではどうなのかわからないですけど、まあその最初のうちね、あれの滑り方やってて、でおいおいね、そのそれをその克服してちゃんとした滑りをしようと思ってるなら まあいいんだけど、後先もそのこの先もずっとあの滑り方のままでいいやって思ってるとしたら、もう僕はちょっと首をかしげるかな。テックでもね、あの滑りじゃダメなんじゃないかな。あれだって横滑り、木の葉の連続じゃん。うん。木の葉の連続ですよね。右の木の葉、左の木の葉、右の木の葉。向きを変えてるだけなんで。うん。だからそのコブを滑り降りてるとは言ってもいいんだけど、僕は言いたくない。っていう感じで、来週からね、来週じゃねえわ。次回から、いつになるかわからないですけど、もう今日もその出勤しなきゃいけないんで、あれだけですけど、うん。今日はね、3月の31日です。夜の7時過ぎかな。うん。コブの季節ですね。うん。だから、ラインコブ。緩斜面のラインコブからでいいと思うんで、まあ僕はね、最終的にはガリガリの氷の急斜面の狭いコブ斜面でも滑れるようになりたいと思ってるんで、うん。ぜひ、コブ、ボーダーのね、コブを、広めていこうじゃありませんか。はい。はい、ということで、次回からね、14本、の動画アップしていきますので、解説ちゃんとしますんでね、よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。あれでした。はい。バイバイ。